8時になりました。明日9月27日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況、引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、そろそろ反発期待の売られすぎ銘柄、反発を返したかもしれない銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、10月の配当銘柄、明日のデイトレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、期間の大量購入、好業績銘柄で安くなった逆張り候補、上昇中の順張り候補、最後にリバドリ候補、空売り候補、本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は上げという展開になりました。ダウは293ドルの下げ、マイナス 0.70%、 ナスダックは7ポイントの上げ、プラス 0.04%、 日経は1055円の上げ、プラス 2.79%、 1ドルは144円67銭、円安に触れ144円台で推移しています。午後2時時点での東証プライムは値上がりが1456銘柄、値下がりが154銘柄、変わらずが35銘柄、9割近い銘柄が上がった状況です。アメリカはダウは前日まで4日連続で最高値を更新した反動で景気敏感株を中心に売られています。8月の新築住宅販売件数は前月比で 4.7% 減と前月 10.3% 増から減少に転じ、経済の減速を意識した売りを誘っています。日本の方はアメリカのハイテク株高と円安進行に加え、個人投資家の配当取りで大きな上げとなっています。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 3.7% 台で推移しています。日本の方は上昇し 0.83% 台で推移しています。ドル円は円安に触れ144円台で推移しています。原油は大幅に低下し67ドル台で推移している状況です。 VIX 指数はやや上昇しましたが 15.41、 引き続き安全域で推移しています。ソックス指数はプラス 1.31% の上げ。昨夜の NVIDIA は123ドル51セント、2ドル64セントの上げ、プラス 2.18%。3連騰し120ドル台をキープしている状態です。経済スケジュール、明日は権利落ち日です。権利落ちでの下げを狙っている方、ご注意ください。そして明日はいよいよ自民党の総裁選です。関連銘柄についてはこれらの動画をご参照ください。そして業種別の株価指数、本日下げた業種が一つもない全面上げの状態です。その他製品がプラス 4.01% の上げで値上がり率トップになっています。ゴム製品がプラス 0.43% の上げで値上がり率最下位になっている状態です。売買代金ランキング、こちらも全面高の状況となっています。1位のレーザーテックは引き続きの人気で売買代金も3000億円を超えています。半導体はマイクロンの高決算とアメリカのハイテク株高を受け、本日大きく買われております。こちらについては後ほどお話しいたします。本日銀行株は国内金利の上昇で買われています。そして商船三井などの海運株は本日配当取りで買われている状態です。新ニーサランキング、次回9月30日に更新の予定です。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に引け後に発表された有望 IR です。まず東方銀行。東方銀行は福島県の地銀です。
今期計上を 1.20% 増益に上方修正、配当も1円増額という発表がなされました。25年3月期の連結計上利益を従来予想の75億円から100億円に 33.3% 上方修正し、一転して 20.2% 増益見通しとなった。同時に4月から9月期、上期の連結計上利益も従来予想の47億円から68億円に 44.7% 上方修正し、一転して 33.8% 増益見通しとなった。業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の 3.5 円から4円に増額し、下期配当も従来計画の 3.5 円から4円に増額修正した。年間配当は8円となる。今回の要因としては、資金利益が当初予想を上回る見込みとなったということ。そして余震の関係費用が当初予想を下回る見込みとなったとなっています。本日の株価は253円。出来高は148万株です。この148万株の3倍くらいですが、468万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは8月5日に232円ですので、ここが最安値です。一方、5月21日に381円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の IR です。株価は PBR 0.31 倍、PER 9.9 倍を加味しても割安な状態です。配当利回りも 3.16%、そこそこ良い状態です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にブシロードです。ブシロードはトレーディングカードゲームを主力とする会社です。250万株、3.56%、10億円の自社株買いが発表されました。こちらがその発表の内容です。自社株買い250万株、3.56%、期間は10月1日から来年2月28日まで。本日の株価は353円、出来高は13万株です。この13万株の8倍くらいですが、104万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは8月5日に281円ですので、ここが最安値です。一方、1月9日に501円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の IR です。株価は割高で、配当も 1.27% 低い状態となっています。信用買いが多いという点はご注意ください。そして日本タングステン。こちらは上期計上を 1.9% 増益に上方修正という発表がなされました。25年3月期第2クォーター累計の連結計上利益を従来予想の 3.1 億円から5億円に 61.3% 上方修正し、一転して 9.4% 増益見通しとなった。なお、通期の計上利益は従来予想の8億円を据え置いた。今回の要因としては、コロナ禍後の需要減からの回復、そして衛生用品製造設備の部品が好調に推移したとなっています。本日の株価は1251円。出来高は2700株です。この2700株の20倍くらいですが、4万6000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは8月5日に978円ですので、ここが最安値です。一方、7月16日に1334円ですので、ここが最高値です。直近はこのように1ヶ月以上、ほぼ横横での今回の IR です。株価は PBR 0.49 倍、PER 10.8 倍を加味しても、やや割安な状態です。配当利回りも 4.00%、
高配当となっています。しかし時価総額は65億円低い状態になっています。板薄で信用買いが多いという点はご注意ください。次にその他の IR です。本日 IR11 件出ております。上3件が今お話した内容です。この他に大桑が 19% 減益に下方修正、ハニーズホールディングスは B 減益、セレコーポレーションは 16% 増益に上方修正、ニューテックは 21% の上方修正、古川電池は 32% 減益に下方修正、フィードフォースは 6% の増益、ライスカレーは OEM メーカー事業の松村商店を子会社化、そしてアイメーカテックは9万株 1.47%、 2億5000万円の自社株買いが発表されています。次に本日の増配株です。本日1件発表されています。東方銀行、前年7円から今回8円、配当利回りは 3.2% になります。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は小玉価格でした。メプロの子会社化を発表したことにより前日比 31.1% の株価上昇、本日よりからストップ高でしたのでより引けでの差はありません。第2位は日本オラクル、増益を発表したことにより前日比 10.9% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 6.4% の利益となっておりました。第3位は三和ホールディングス、バリューアクトの大量保有を発表したことにより前日比 10.1% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 1.8% の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。15位まで、そして19位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高3件出ております。グランディーズは3日連続、小玉化学、イクヨ。グランディーズは株主優待制度の新設です。小玉化学はメプロの子会社化です。イクヨはドイツの自動車部品メーカーの中国子会社の株式を取得すると発表したことによるものです。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は小玉化学工業でした。前日比プラス 31.1% の株価上昇。第2位はイクヨ、前日比 20.6% の株価上昇。第3位はグランディーズ、前日比 20.4% の株価上昇。値下がりの方は第1位がロックス、前日比マイナス 13.3% の株価下落。第2位はサンバイオ、前日比マイナス 13.2% の株価下落。第3位はコンバノ、前日比マイナス 11.9% の下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄、まずサンバイオが前日比マイナス 13.2% の急落、ペルセウスプロテオミックスがマイナス 8.5% の急落、セルシードがマイナス 7.8% の急落となっています。まずサンバイオ、こちらはアクーゴが薬事審議会で特別な協議が行われなかったということでの売りです。このようにマイナス 13.22% の急落となっています。そしてペルセウスプロテオミクス、こちらは作業理由見当たりませんでした。ご存知の方コメントでお教えいただけると嬉しいです。このように急落しマイナス 8.52% の下げ。そしてセルシード、こちらは東海大学とマイルストーンで合意できなかったことでの売りです。このように窓を開けて下げマイナス 7.83% の下げとなっています。次にそろそろ反発期待の売られすぎ銘柄、
本日、共和キリンとタイミーについてお話しいたします。まず、タイミー。こちらはこのようにデッドクロスを経た下げトレンドになっています。本日場中はマイナス 1.24% の下げ。RSI は 16.4。そして、共和キリン。このようにデッドクロスを経た下げトレンドになっています。本日場中はマイナス 3.01% の下げ。RSI は 16.1。こちらはアトピー薬の候補に不透明感が出たことによるものです。ご情報ありがとうございました。次に反発を返したかもしれない銘柄。こちらもう少しデータの安定性を待っております。次に新規上場スケジュールです。本日4件上場いたしましたのでお話しいたします。まずグロースエクスパートナーズ。本日上場いたしました。初値は1841円。公開価格を 20.3% 上回って寄り付きました。こちらが場中の5分チャートです。このように寄り付いた後は乱高下し、1916円で引けています。そしてイングス。初値は2700円。公開価格を 39.2% 上回って寄り付きました。このように一旦は上げたものの、その後は売られ、2700円で引けています。そしてキッズスター。初値は2210円。公開価格を 13.7% 下回って寄り付きました。その後はこのように乱高下し、2300円で引けています。そしてアスア。公開価格を 48% 上回って寄り付きました。その後、このように上げたものの下げに転じ、1069円で引けています。そして、明日、AI ロボティクスが上場の予定です。そして、10月1日は島田屋。そして10月11日はオルツが予定しています。本日から抽選申し込み受付開始しています。そして10月16日は日水コン。こちらは明日から抽選申し込み受付開始されます。そして18日のインターメスティック。22日のスクー。そして23日はいよいよ東京メトロが上場します。次に株式分割スケジュールです。10月は1件予定されています。交際の2分割。そして12月も日本エクスプレスの3分割が予定されています。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は9件予定されています。今週来週の主な決算、このようになっています。まず場中13時30分に平和堂、引き後になるとオプトエレクトロニクス、ミマス半導体、ハローズ、パレモホールディングス、DCM ホールディングス、銚子丸、急走流通システム。この中で DCM ホールディングスは貸借倍率 0.8 倍となっています。2週間分の決算スケジュールと全データはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。通年での高配当ランキング、全体ではこのようになっています。プライム市場で売買代金100億円以上の銘柄ではこのようになっています。VL 指数を含め、詳細はこれらの動画をご参照ください。次に10月の配当銘柄、本日神戸物産についてお話しいたします。神戸物産はプライム市場の銘柄です。10月の権利付き最終日は10月29日火曜日です。こちらは神戸物産の3ヶ月チャートです。このように25日線をサポートラインとした上げトレンドでしたが、今週火曜日は大きく下げました。本日場中はマイナス 0.49% の下げで引けています。火曜日の下げの理由はこちらです。8月度の単体業績を発表。売上高は前年同月比 8.9% 増の438億7900万円と増収となったが、
経常損益は48億8700万円の赤字となった。経常赤字での着地は2ヶ月連続で、赤字幅は7月度から拡大しており、ネガティブした売りを促したようだ。円安局面で実施した為替予約に関し、8月末にかけて実勢相場が円高方向に振れたことを受け、営業外で時価評価損を計上した。こういった状態となっておりました。神戸物産は業務スーパーを展開する会社です。節約志向で伸びています。フランチャイズは今期35店舗増加しています。輸入材料が多いため、仕入れ価格の上昇を値上げで吸収している状態です。客数が高水準で続いており、営業利益は増益が続いています。こちらは20年チャートです。20年チャートを見ると、株価は2018年からこのように伸びていましたが、2021年に高値4660円をつけてから伸び悩んでいた状況です。今年5月から再び上昇し、先週9月20日に上場来高値をつけています。4715円。こちらが売上高と営業利益の推移です。このように売上、そして利益、ともに順調に伸びている状態です。配当も順調に伸びており、現在の利回りは 0.5% 前後となっています。こちらは9月11日に発表された決算です。11月から7月期、第3クォーター累計計上が 3% 減益。5月から7月期も 58% 減益。24年10月期、第3クォーター累計の連結計上利益は前年同期比 3.1% 減の219億円に減り、通期計画の330億円に対する進捗率は 66.6% にとどまり、5年平均の 75.8% も下回った。直近3ヶ月の実績である5月から7月期、第3クォーターの連結計上利益は前年同期比 58.5% 減の 39.4 億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の 7.8% から 6.9% に悪化した。こういった状況でした。経常利益の進捗状況は、第1クォーター 24.4%、第2クォーター 54.7% でしたが、第3クォーターで 66.6%、かなり遅れが発生している状態です。コンセンサスを見ても、コンセンサスも 10% 近く下回っている状態です。決算発表の翌日、減益の発表で、このようにマイナス 1.5% の下げとなっています。本日の株価は4433円。出来高は151万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように前期の増収、増益、増配に続き、今期も現時点では増収、増益、増配の見込みとなっています。株価は割高で、配当も 0.5% 低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値になっています。需給は軽い状態となっています。10月の配当金は23円の見込みです。一括配当ですので、10月の配当金だけでの単月利回りも 0.5% になります。こちらは昨年2023年の10月のチャートです。昨年の10月の配当取りでの立ち上がりは10月24日だったように見えます。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、日東紡績、ドリコム、
スピー、日本オラクル、QPS 研究所、三和ホールディングス、東亜、国際エレクトリック、日本電子材料、日本マイクロニクス、このあたりがアソンデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次に需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄、こちら来週火曜日に更新いたします。次にトピックです。本日総裁選関連銘柄の動き2日目、そして半導体関連の大幅高、東京ゲームショーの関連銘柄についてお話しいたします。まず総裁選関連銘柄の動き2日目、明日の大引け前に体制が判明すると言われているようです。小泉氏関連では動きがなくなってしまいましたが、高市氏と石破氏関連の銘柄で動きが出ていますのでお話しいたします。他にもあると思いますが、関連銘柄は上げ出したらキリがないので動きの良いものに絞っています。また他の上げ要因もあるかと思います。まずサイバーセキュリティ関連、FFRI セキュリティ、こちらはサイバーセキュリティ関連は高市氏そして石破氏両方に関連している銘柄です。3ヶ月チャートこのようになっていて、ゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日場中はプラス 2.48% の上げ。そして同じくサイバーセキュリティ関連、デジタルアーツ、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。本日場中はプラス 2.99% の上げ。そして同じくサイバーセキュリティ関連、シグマクシス、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日場中はプラス 1.86% の上げ。そして今度は防衛関連、防衛関連も高市氏石破氏両方の関連銘柄です。まず三菱重工、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日場中はプラス 3.56% の上げ。そして同じく防衛関連、川崎重工、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンド、本日場中はプラス 1.82% の上げ。そして同じく防衛関連、 IHI、 こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日場中はプラス 2.60% の上げ。そしてやはり同じ防衛関連、東京景気、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日プラス 0.93% の上げ。そしてカーリット、こちらも防衛関連です。ゴールデンクロスを経た上げトレンド、本日プラス 1.77% の上げ。そして同じく防衛関連、豊和工業、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日プラス 1.65% の上げ。そして同じく防衛関連、細谷加工、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日プラス 0.52% の上げとなっています。次に核融合関連、こちらは高市氏の関連銘柄です。助川電気工業、このようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。本日プラス 1.69% の上げ。同じく核融合関連、鴻島化学、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンド、本日場中はプラス 3.31% の上げ。そして今度は宇宙関連、これも高市氏関連です。アストロスケール、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドです。本日場中はプラス 3.85% の上げ。そして今度は防災関連、こちらは石破氏関連です。森田ホールディングス、このようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。本日場中はプラス 1.20% の上げ。次に半導体関連の大幅高についてお話しいたします。本日の半導体関連大幅高となった要因は、まずマイクロンテクノロジーが昨夜好決算で時間外が 15.7% の大幅高となっているということ、そして昨夜の米国市場は半導体銘柄が全面高だったということ、
そして3つ目は円安です。この3つが同時に働いたことにより、本日半導体関連株大幅高となっています。マイクロンの決算については本日の米国版をご参照ください。こちらが半導体関連の本日の上げ幅の状況です。一番大きかったのは国際エレクトリック、前日比 14.3% の株価上昇。そして第2位が東亜 12.4%、 第3位がディスコ 9.3%、 そして第4位が東京エレクトロン 8.0%、 第5位がローゼ 6.9%、 第6位がスクリーンホールディングス 5.9%、 第7位がアドバンテスト 5.4%、 そして第8位のソシオネクストが 4.8% となっています。次に東京ゲームショーについてお話しいたします。本日東京ゲームショー開幕し、9月29日まで開催しています。様々な新製品のニュースと IR が飛び交いますのでご注意ください。本日まずコナミグループがこのようにプラス 5.05% 上昇となり、上場来高値を更新してきました。そしてカプコン、こちらもゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。本日プラス 3.60% の上げ。そして角川、こちらもプラス 4.03% の大幅な上げとなっています。そしてスクエアエニックス、こちらはプラス 2.29% の上げ。そしてガンホーオンライン、プラス 2.62% の上げ。次に機関の大量購入です。本日該当はありませんでした。次に工業石銘柄の逆張り候補、順張り候補、今日の気になるチャート、こちら本日間に合いませんでした。最後にリバトリ候補、空売り候補、本日のバッド IR、 本日オークアについてお話しいたします。オークアはプライム市場の銘柄です。こちらがオークアが引け後に発表した決算です。オークアは和歌山県のスーパーチェーンです。今期計上を一転、19% 減益に下方修正という発表がなされました。25年2月期の連結計上利益を従来予想の 35.5 億円から25億円に 29.6% 下方修正し、一転して 19.3% 減益見通しとなった。同時に3月から8月期上期の連結計上利益も従来予想の11億円から 3.1 億円に 71.8% 下方修正し、一転して 62.1% 減益となった。今回の要因としては客数、買い上げ点数が伸び悩んでいるということ、そして原材料の価格の高騰と為替相場の影響となっています。本日の株価は965円、出来高は10万株です。一方、信用外残は1万9000株、空売りの方が4万1000株もあることで、貸借倍率は 0.47 倍となっています。1年の株価の動きは、8月5日に811円、ここの1です。そして4月15日に1051円、ここら辺の1です。直近はこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドでの今回のバッド IR です。 PBR は 0.53 倍、1倍割れの状態ですが、 PER は 74.3 倍、 PER を加味すると割安とは言えない状況です。配当利回りは 2.69%、 低い状態となっています。需給は非常に軽い状態となっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。